おばちゃん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。おばちゃん、はい、いくつになった？83。あ、83やって。え、何年生まれ？1年。昭和7年。あ、昭和7年やって。電気屋の。電気屋。お店ができたんは？43年。昭和43年か。頭が生まれた時やん。うん、なんかおばちゃんが泉産んで、うん、その後に私らが生まれたんや。そうや、生まれてあんたらにお会いできたんや。そうそう、だからおばちゃんと私らのお母さんや。そう、まあ、お母さんや。ほんまやな、ほんまやな。そうそう、お母さん。え、ってことはあと3年で50年泉ができて3年で50年すごいな、うん、まあ、その人はすごいな、うん。おばちゃん、あと3年、泉がオープンしてから50周年記念まで泉続けれそう？それがわからん。頑張ってよ。そうで、おばちゃん頼みやもんね。誰が手伝えるっていうお店でもないから、ね、おばちゃんしかおらへんもん、このお店は。やっぱり、俺はな、そのためのお店の名前も変えたんやろ。そうや、漢字の美しい泉から変わった。漢字一文字やったよな。へぇ、メニューも昔から変わってへんよな。一緒や。何年前から。あ、これやめた。焼けたって。焼けた、焼けたよ。ええ塩梅で焼けたよ。焼けそば何年この値段のまま。何十年。20年もそぞろ。焼けたな。あんまり腹抜いたんでしょ。え、腹抜いたんでしょ。ね、お座りにしてまとまった。うちのようちの。おばちゃん、最近さ、検証とか清涼のコーラ来へんの？もうな、あの、晩が早いから、清涼は。あ、部活の帰りに来へんの？ちょうどな、部活の帰りはもう来られへん。あ、ほんま。あの、生徒会の子がな、あの、土曜日曜日一言で来てくれるの。後ろにな。だけど、その生徒会はな、あの、その小さく来た子がな、その小さい生徒会になったからな。それでずっと来てくれてて、で後輩も来てくれてな。で、あの頃途中からも元気なの。そう思うな。まあでも、おばちゃん、あとその卒業生の子たちな、うん、検証や清涼や将来や、卒業生の人たちがおばちゃんの顔を久しぶりに見たいな思いながら、うん、これ来んねんな。あ、うん、そんな子らがお店に来たら、おばちゃんがもう店閉めとったってことをならんようにやな。あと3年は頑張ろうな。まず50周年迎えよう。おばちゃんはあれに何もついて3年頑張ろうか。いえ、言うた、言うたな、おばちゃん言うた。おっしゃ。てか、え、おばちゃんまだ注文入っとった？いや、まだ、あ、よかった。まあ、とにかく、検証の卒業生や、清涼の卒業生や、商大の卒業生や、この近所の人らはいつまでもこの泉が、おばちゃんが元気になること願ってるからね。頑張ってよ。それに沿うように頑張るわ。